そいつは突然にゅるっと触手を伸ばしては。なんか今にゅるって。女の水着を剥ぎ取るんや。先、どうしたんだ。もしかして水着が流されたのか。なに、こっち見ないで。出たのか宮崎。その離れた方が良くないか。ダメ、兵藤君に見られちゃう。見たりしねえよ。俺を信じろ。見る気満々じゃねえか。なんだよこれは。なるほどな。ユナ、みんなの服を持ってきてくれ。はい。妖怪は俺に任せろ。なんぼなんでも人間が潜れる深さやあらへんで。あの男なら心配あるまい。そう、きっと冬空木枯らしなら、助かった。まさかほんまに冬空くん、とんでもないな。ああ、そうだな。